い、皆さんこんばんは。ロシアルカップと申します。アメリカ人で大学の時から日本語を勉強して、今日本語を仕事で使ってますので、皆さんの英語を使う立場のちょっと逆の方のちょっと共感できるところがあると思います。経営コンサルタントでだいながらいろんな本も書いてますし、あのテーマとしては異文化コミュニケーション、英語取得、そしてあのリーダーシップ、組織経営みたいなものもあります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あの今回ロシルさんと一緒に本書いたわけですけど、私は初めての本なんですけど、ロシルさん37冊目でしたっけ。ロシルさんは37冊目の本、すごい。そう、外国人との前で日本語話す現金です。まずね、アメリカ側が君たちの作ってくれたビブアプリすごくいいね。データストア何人を使ってるの。 NoSQL の誰かかなみたいな。シークルってなんだってなりますよね。に日本語だとこれなんていうかって、 NoSQL っていうよね多分。英語だと NoSQL。 英語でもそうだと思ってた。本当？うん、ごめん。少なくともマイクロソフトの人たちは SQL。 そう、ググって実は僕 SQL 言ってて、自分も使ってて、でこの2年前初めて、今の会社初めて SQL って聞いて、あの英語の映画の続編での話だと思って、続編って SQL って同じ発音して、あのなんちゃら2だって、なんかダイハード2の話だと思って。でも本当 SQL の言葉英語の一般だと知らなくて、僕は SQL として知ってたんですよ。いやまあ少なくとも分かった。じゃあすいません、一般的なことじゃなくてマイクロソフトの中ではで、あくまで僕はあの海外で仕事をしたことないんで、多分よくわからん。すいません、それだけ。よし、この話は終わりということで、もう一回言ってくださいって言って、外国人がスイゴー言って、なし何何何って言って、それでこう日本語でひそひそ話すわけですよ。何何何何みたいな。でそれで外国人側が何が起こってるのわからんみたいな感じになって、もう10分くらい話しちゃうわけですね。普通にシークルって何ですかって聞いた方がいいんじゃないですか。いやそれはいいか、我々が無知だと思われてしまうみたいな。で外国人まだ日本語で何か僕らに隠し事でもしてるのかって。実際あれある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 なんですよ。その日本人と外国人やるときにどうしても、まあ、私もやってたんですけど、あのやっぱこう隣に帰国子女の先輩とかがいたら頼っちゃうんですよ。何々って言ってるんですよね、そうだよみたいな、これってこう言った方がいいんじゃないですか、そうだねみたいなこと言うと、我々は別にその彼らを侮辱してるわけじゃないのに、なんかこう不安になっちゃう。不安になりますね。なんか秘密な話してるじゃないかと思っちゃうんですね。そう、日本語で、で確証で、それで15分後お待たせしてすみません、一つ質問があります、いくつなんですかで、そんなことだったのみたいな、Structured Query Language だよみたいな、で振り出しに戻るみたいな。でなんかこう、知らんけど、まあ、SQL って言うらしいけど、少なくてうちらでは SQL Database だけど、例えばこれもあのこれマイクロソフトのクラウドサービス Azure って言うんですけど、英語だと Azure、 あの Azure っていう、なんかちょいちょい違うやつで、最初何言ってるか分かんないってことがままあるっていうネタをちょっと挟んでおきますってことで、はい、次はロシルさんの解説。そうですね、はい、マイクオンしてますけど聞こえますか。はい、そうですね、あのさっき言いましたように、外国人がなんかあの長い日本語だけの会話があると、我々の耳に届けたくない話してるじゃないか、すごく不安になるんですね。あのそれになんかあの締め出された感じになって、なんか何話してる、誰の話してる、すごくあのちょっと変なあの状況になって、あの全てじゃないんですが、ちょっとノイロゼになる人までもいますので、あの結構当惑するんですね。はい、じゃあということで次、ロシルさんのありがたい英語。そうですね、はい、あのですからちょっと提案したいのは、適切なエチケットを使うことですね。あのまずは日本語を使いたいのであれば、その最初に Please excuse us, we need to speak Japanese for a moment. ちょっと許可を得る。そして日本語をスタートする。それはいきなり日本語で話し出すよりは、その方がスムーズで丁寧ですね。そしてあのなぜ
日本語を話す必要があるのか、もう最初に言っておいた方がいいですね。例えば、We need to check some details とか、We need to confirm that we all have the same understanding とか、We need to、discuss something very technical and complicated とか、なんか、なぜなのか、ちょっとだけでもちょっと言っておきます。そして、日本語の部分はできるだけ短くした方がいいですね。そして私のスイさんは3分以上にならないようにした方がいいですね。時々日本企業で働く外国人から聞いたら20分日本語で話していたとかとかありますので、その時は当然染み出された感じなので短くしましょう。そしてもう一つ推薦したいのは、日本語を話している間には外国人の名前を入れないでください。ババ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 、ジャン、ババババババ、だったら、ジャンは当然失敗してしまいますので、まあ、書いた文章も同じですね。はい、そして、日本語の部分が終わったら、感謝することは丁寧ですね。例えば、Thank you for your patience。で、そして、その間何を話してたのか、を確認する文章もちょっとだけでも言っておいた方がいいですね。例えば、We were able to confirm that we all have the same understanding とか、あるいはなんか日本語を話している時には何か決断しているじゃないかとか、なんかどういうものが話しているかすごく不安ですので、それを、まあ、話す前にどんなことを話すのか、そして話す後はこういうことを話したよ、言っておいた方がスムーズですね。お二人なんかコメントありますか？わかるみたいな、うん、いや特にない、特にない、はい、私実際あったのが中国人とのテーブルであります。中国語だからわからなくてビクビクしてました。でもみんないい人だからそんな悪いこと言ってないのはわかるんだけど、なんかやっぱりこう私の知らないところで何かが話されているというビクビクがあるので、我々はやれないようにしましょうというお話でした。これ一つあります。たまにこういう顔はこういう人の集まりのここ座ってて、そこ日本人のなんか相手方の交渉とかした場合にはちょっと日本語話さなきゃいけないって言われて話してたら、もちろん分かりますよね分からないと思って目の前でとんでもないこと言ってて僕は理解してることを顔に出しちゃいけないけど、でも日本語喋ってるからなんか魔法に誰も分かってないようなことを、なんか当然まだ人の前喋ってるからこういうことも忘れず、ね、危険ですね。特に日本語できる外国人の数はどんどん上がっていってますので、いろんなところに日本語できる人いますよ、はい、いやなんかそれはあれですね、そもそも人として人の目の前で悪いこと言うって、それはもうその人の頭がおかしいので、まあ、じゃあ次行きましょう。